作が2社ですか。はい、ポジビルっていうところと、僕がおすすめなのはプログラミングするのはツイッターやるかな。でツイッターをやるっていうのもどこに行くとみんな彼らは幸せなんですか。一番優秀な人ほどスタートアップが自分で会社作った方がいいと思ってますね。うん、3人くらい困ってる。皆さん本日はよろしくお願いします。お願いします。今日の僕ないですか、僕ないですか。ちょっと痩せてみせようかなと思って。スカイランドベンチャーズの代表の木下です。僕は2012年からスカイランドベンチャーズベンチャーキャピタルをやってまして、10年ぐらい累積150社ぐらい投資をしてきていて、今5渋谷っていうコワーキングスペースさんとかやって、ここ7年ぐらいかな、うん、やってるんですけど、まあ、ここでいろいろインキュベーションっていうか、このスペースでこう会社を作ったところにも投資をしてきて、その会社が例えばエニカラーって会社が23時の、はい、上場して、クラスターって会社も結構会社のメンバーが100人ぐらいになってくらいな、そういう会社を常に常時10社ぐらいオフィスを貸して、でそこに対して投資もしているっていうことをここ7年はやってきてますね。2年半前ぐらいに東京初めて来た時に木下さんにたまたまお会いして、起業しろ起業しろってめっちゃ言われたのめっちゃ鮮明に覚えてます、はい、会社まだなかったですよね。はい、しゅんくんみたいにこう YouTube やってますとかみたいにこうなんか活動がもうすでにあるような方だけじゃなくて、有名なエンジニアっていうかプロジェクトやりたいんだっていう人がベンチャーに来たってもの初めて会ったのが僕らですとか結構あって、その時に会社を作るんだったら僕ら投資しますよっていう話をして投資をしてる、それはやっぱりすごい特色で、まあ、会社を作った後に相談に来られるのか、会社を作る前からその、まあ、前の方が当然その、まあ、関係値は長く続きやすい、長しなくてその手前に長いわけなんで、その起業しろなわけですよ。だから僕らがいなかったら起業しなかったですっていうふうに会社50人100人の会社が言ってくれると、やっぱりそれは僕嬉しいですけどね。そういうものを使ってみようとかっていう、そういろいろ実験的な、すごく来た人たちと一緒により深いコミュニケーションを取るパーティー。次は投資チーム検討会って言って、投資の意思決定を日々とか、もっと良くするためにはどうしたらいいみたいな話をします。投資がそのミーティングで決まる会社もあるし、現場で先にこう僕はパートナーやってるんですけど、パートナーの意思決定で、まあ、基本的にはもう罵倒するよっていう会社の場合は決まってるというか状態の場合もあるんですけど、でまあそこの会議で懸念があったら逆に会社がフィードバックする場合もある。おお、じゃあ投資するか否かを決める会っていうことですね。あ、まあ、そうですね。おお、楽しみです。決まらないようなプレゼンをしたとか、まあ、時間軸とかもすごいのんびりしたんで、こうやってコイルが必要で、僕もミーティングしようとは思いますが、まあ、そもそもその今日プレゼンに出させるときに彼の最高のプレゼンをさせる努力をしましたかっていうことについてミーティングしてみたりとかした方がいいと思います。まあ、ただ今回リスク取りすぎるとチーム崩壊するっていうのがやっぱりこの若手ジローが結構リスクなんで、がっつきすぎず次とかを本当にまあプロしてからもっとちゃんと投資金額が張るっていう計画で一応考えてますね。皆さんお疲れ様です。今の投資の決定会議はどういった感じでした？2社投資決定で、もう1社はちょっと時間かけてやっていきましょうみたいな感じになりましたね。決め手とかってあるんですか？決め手投資する時の決め手はやっぱユニークネスがちゃんとあるとか、プロダクトがあるかどうかと、作ってるっていうところ、何を目指しているかっていう、誰のための差別なのかって大事なんで、まあ、そういうのをマーケットって言ったりとかするので、プロダクトと通じて何を提供したいのかっていうのはやっぱり明確な人に投資しようとかしたいと思います。春ダイアリーは誰のための会社ですか？今現状は、はい、まあ、若者のための特に就活生。なるほど、はい、どこに行くとみんな彼らは幸せなんですか？一番僕としては優秀な人ほどスタートアップが自分で会社作った方がいいと思ってますね。Eさんって今どういった、まあ、役職というか仕事をされてるんですか？あ、まあ、今はプリンシパルプラス社長室という感じで、うん、まあ足で言えば何でもする屋ですよね。何でもする屋で、最近はまあなんか投資関係でいろいろマネプレをしたりして、プロジェクトチームとやり取りして、まあ、結構ね楽しいことをしてますよ。 Eさんはもともと中国に住んでたんですか？出身は中国で、はい、カナダに10年以上住んでいて。そうなんですね。今はもうあの国籍もカナダに変えたので。去年日本に来て、日本で就職して住みたいなと思って、偶然ちょっと木下さんと出会って話したらなんか認められてて、はい、そこからスカイランドに参加してもいいよっていう。スカイランドに正式に入社したのが5月の話だった。はい、めっちゃ最近なんですよ。続いてどちらに行かれるんですか？はい、これからちょっと外苑前に関して、この先は2社遊びに行って、ポジビルっていうところとノーウェアっていうのがあって、はい、チラッと寄ろうかな。おお、はい、結構遊びに行かれるんですか、その先に？まあ、遊びに行ってるわけじゃなくて遊びに行ってますだからあれですよ、タクシーばっかり乗ってるわけじゃないんでベンチャーキャピタリストは、はい、タクシー道もありますけど、はい、人数が多い時は、はい、タクシー使う時もあります。うん、
こんにちは、お邪魔します。こんにちは、お邪魔します。社長がいたら社長と話す時もあるし、うん、みんな集中してますから。はい、ベンチャーキャピタルってどういう仕事かっていうのを知らない人の方がほとんどだと思うんですけど、一言で言うとベンチャーキャピタルってどういう仕事ですかね。イケてるいいスタートアップにお金を投資する仕事じゃないですかね、うん、まあ、大体何かをワッチングしてるのがビジネスだと思うんで、はい、僕らお金のある上場会社とか個人の人たちからお金を使ってスタートアップに投資してるんですけど、うん、まあ、それがこうした会社自体が上場したりするとリターンをもらってってことしますよね、うん。起業者さん特に若者への投資が中心だと思うんですけど、うん、投資するしないみたいな判断基準とかありますか。絶対的にルールじゃないですけど、うん、エンジニアがいいんじゃないですか。まず一つはプログラミングをできるとか、まあ、勉強したことがあるっていうのは多分ほぼ僕らが投資してる会社はクリアしてると思うんですよ。少なくとも勉強はしてますよね、はい、他はよく言ってるのは多動的であるというか、うん、アルバイトとかやることって決まってるわけですよ、それは、はい、だけどやっぱりもう圧倒的にその企業っていうと社長をやるとかっていうと、うん、人を探してもらわなきゃいけない、売るものを見つけてこなきゃいけないと、ものづくりしなきゃいけないと、いろんなことをしなきゃいけなくて、それがストレスにならない人もいいですよ。一言で言うと宇宙だなって感じです。どういうことですか。宇宙ってビッグバンが起こってそこからどんどん今も広がっているっていう言われてるじゃないですか。僕たちからするとすごい未知数だし、まあ、簡単に行くこともできないし、広がり奥行き感もすごいみたいな感じじゃないですか。まさにその通りだなって思っていて、ことが始まるってなった時にあれやってみようみたいな、ビッグバンが起こって小宇宙みたいなのができて、そこからプロジェクトが誕生するみたいなことが日々多発してるっていう、うん、それ自体は一見乱立みたいな感じに聞こえるかもしれないけど、それがなんかすごく面白いっていうか魅力だなって思っていて、そこからなんかこう大きなプロジェクトだったりとか本当にインパクトがあることっていうのが誕生するんじゃないかなって思って、すごく僕は日々刺激的な毎日を過ごして今の仙台の10万人の大学生たちはスタートアップとかそもそも選択肢にないっていう人がほとんどなんですよね。今の日本の若者や大学生に思うこととかってありますか。これは企業とずれる部分もあるんですけど、年収ランキングとか見て普通に上から受けるとか僕はした方がいいと思う派ですね。僕はそのベンチャー企業しか仕事としてしたことないんですけど、はい、ベンチャー企業含めて新卒企業今でも多分20万とかなんです、ね、はい、これって世界的に見てもすごい低いんですよ。これは僕すごいスタートアップがいなかったよりも、本当に大企業とか日本の病って僕は思ってるんですよ、うんうんうん、じゃあなんでスタートアップがいいかっていうと、はい、スタートアップ自分で会社作った時の最初の給料がじゃあバイト20万円でした、30万円でした、40万円でしたって設定を自分でまあそもそもするんですよ、うん、で自分で決めている20万と人に決めると20は違うと思うんですよ。まあ確かに木下さんの魅力は本当にアイデアマンみたいなところかなっていうふうに思っていて、一つの話してもやっぱりたくさんのアイデアが出てきますし、まあこうした方がいいんじゃないのみたいなアイデアは本当に日々スラックの方に毎日思いついたらすごい投げてくれて、そこからなんか多くのプロジェクトだったり、まあ投資先の一緒に何かすることが増えてきているので、そういった面でかなりアイデアマンの方かな。ここ直してほしいとかありますか。そうですね、声がとにかくでかいところ今主張している学生が今からできること、もしくは明日からできることってありますかね。第一歩でプログラミングをするか、はい、スタートアップの起業家に会ってみる。僕がおすすめなのはプログラミングするかツイッターやるかだな。でツイッターをやるっていうのも起業家にツイッター DM とかで出撃した方がいいですね。募集サイトから来ると、はい、レスなかったりするんですよ。人事が出るとか含めて、はい、人事が出てもいいんですが、あ社長って会えるんだって気づくと、うん、なんか会ってみたくなったりとかすると思うし、プログラミングを学習するかツイッターで発信し て、なんか誰かに会いに行くっていうことを重ねるっていうのは、まあ、これあんまり前から変わってないんですけど、はい、僕の考え方としては乾杯。乾杯。乾杯。先輩。